あの憎き10円ゲームにリベンジするぞ。現在フラット立ち寄ったラウンド1、クレーンゲームにスポッチャと暇つぶしにはもってこいの場所。ねえ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 、あれ見て。あれは憎き10円ゲーム。前回チャレンジした時散々お金使ってひどい目に遭わされましたからね。ということで今日は10円ゲームにリベンジを果たしたいと思います。あ、これいいんじゃない。お、ハリボーじゃん。まず最初に挑戦するのはハリボー。狙うはこれ。状態から見てもいけそう。しっかり1を調整したらいけいけいけ。残念、1回目失敗。取れないの？悔しい。いいよ、次こそ取ってみせるから見とけよ。お、いくって、お、うわー、ちくしょう。2回目もダメ。そもそもきっとこの台がダメなだけで、違う台なら取れるはずなんですよ。ダメじゃん。これじゃあ前回よりひどいよ。もう貸して、チャムがやる。さすがに下手すぎ。もう少しうまくやれるでしょ。こんなのは雰囲気で。このまま、えい、やばい、なんかうまくいった。え、俺こっからやってもいい？いいよ。よし、ここまで来れば取れそう。10円を入れて、え、もうお金ない。せっかく取れそうなのに、どうしよう。両替に行ってる間に取られないかな。とりあえず急いでなけなしの100円両替して、え、誰かにやられてる。僕のガムが。こっちいい感じだよ。え、マジ？ねいい感じじゃん。え、マジいけそう。結局取ったのはチャム。俺は未だゼロ。はい、どうぞ俺の代わりにこれも使ってください。え、いいの？ありがとう。次こそは絶対リベンジするからな。僕クレーンゲーム嫌い。